はいどうも、お初にお目にかけます、地球上のすべての生きとして生きるものの嫌われ者キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきますタイトルはこちら、サイコブレイク2というわけでして、今回で動画本数的に言うと18本目ですね。今回もね、頑張ってやらせていただきたいなと思います。で、ごめんなさい、難易度は、一番軽い難易度カジュアルでやらせていただいております。で、自分ですね、ゲームの腕前がめちゃくちゃド下手なんですよ。謙遜でも何でもなくね、本当に自分でも引くくらいド下手なので、奇跡的にもね、こちらの動画をご視聴くださっている方の中で非常にね、ご気分の方を悪くされてしまう方もおられるかと思うのですが、そこはどうか、長い目でね、ご容赦いただければ幸いかなと思います。いずれにせよ、ド下手ド下手なりに一生懸命頑張ってご視聴くださっている皆様に少しでも、楽しいな、面白いなと思っていただけるようにね、頑張ってやらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。で、ですね、サイコブレイク2ですね、動画本数的に言うと多分14本目くらいからだと思うんですけど、一応実況っていう形でもってね、やらせていただくように、なっております。で、この通りね、自分ブサボで滑舌も悪いので、非常にね、そういう意味でもご気分の方悪くされてしまう方もねおられるかと思うのですが、どうか何卒ご容赦くださいませ。ごめんなさい。よろしくお願いします。ではですね、早速続きの方やっていきたいなと思います。でですね、前回ですね、何でしたっけ、カメラのクリーチャー、オブスキラ、あれをぶっ殺して、今切り目を刺そうということで、前回はそれで終了させていただいたということなので、今回は続きですね。鍵を手に入れたんで、まあやっていきますよと。あった。おお。あ？せっかく入れたと思ったら、なんでこれ？マリアクレーン、これは、あ、待って、これどうやって、待って、これやばいだろう、これ。え、これくぐってくんか。いやいや、くぐれないな、これ。ああ、やばい、なんだこれ。ちょっと無理なんですけど。いや、待て、弾薬無駄にするだけだ。あ、待って、なんか透明なあれで。だよな、弾薬の無駄ですね、これ多分。ごめんなさい、これ多分あれですよね、触ったらダメージですよね。ちょっとくぐって、くぐっていけんのこれ。あ、一応くぐってはいけるのか。さあユキコ、本当にこれを壊してもいいんだ。ちょっと待ってください。乾電池じゃないですかこれ。ああ、ちょっと、ああやっぱりか、やっぱり感電か。やばいなこれ。いや、嘘。うわ。作品を壊すことが本当に効いたらしいな。だがまだ終わってない。
あともう一つ。待って。車、あれ？もう起きて。マジでこれはもうやだよ。行こうか。これですね。ああもう怖えよ。行きたくねえよ。行きたくねえよ。これどこだっけ？ホテルですよね、ここ。ああホテルですね。で、なんかアイテムの類は、あ、最初に来た時こんなアイテム落っこってたっけ？なかったっすね。あったか。これね、手首がそこに浮いてるんだよ。そこの取り出し口のところに。恐ろしくシュールだな。ないっすね、特にね。これっていうものないっすね。じゃあ行きましょうか。これ外出なくちゃですもんね。もう怖えな。いつやっても怖いな。最高に行くわ。では参りましょうか ね。ごめんなさいね、あの PC がないんで、こう探索してるこの無駄な感じ、これがねカットできないんですよね。あの PC とかあれば編集でね、こういう無駄なところもねバサッといけるんですけど、何分 PC を持ってないんで、そういう編集作業がねできないんですよね。ここはですよね、あそこですね。ちょっと待って。あ、ちょっとダメージ食らってるな。ちょっとコーヒーいいですか？ちょっとごめんなさい。コーヒー一杯。ちょっとごめんなさいよと。ふぅ。あれ？あの、あれ？サイクスっちがいない。あ、いる。どこに目つけてんだ。いるじゃねえか。さあ、ちょっと、あ、使えない。おい。使えないんですけど。なんで使えないのかよ。なんだガーディアン。またガーディアン。もういいわ。何回戦ったんだよガーディアンと。前回のチャプター6で2回くらい戦ったかな。うわすげえ、ネズミがすげえ怖いな。どこ？あ、ここか。え？あ、ここじゃないよね。ここじゃないよね。こっちか。え？この中だよね。ここか。うわすげえ嫌な感じが。もう怖えー、もう怖えよ。
やりたくねえ。やりたくねえけど終わらねえかな。あれ？これがあるってことはまたあの例のアニマ嬢が出てくるんじゃないの？出てこない？やだな俺あの人嫌いなんだよ。怖いんだよあの人。まあ、あの人っていうか人じゃないんだけど、幽霊？怖いんだよ。怖いんだよ。怖いんですよ、あの人。生きてくねえよ。怖えよ。あ、おお、怖い怖い怖い。発煙剤。調べられない。他に起こってる相手はないですね。ないですね。ごめんなさいね。めちゃくちゃビビりなんですよ。あれか。ちょっと待ってくださいよ。いやー濃いなヒューズ。なんか別の BGM かけながらやったらいいかもしれないですけど、それだとあれですもんね。 その音もこの音声入っちゃう上に、このゲームって結構音、効果音が結構重要になってくるんでね、あんまり雑音やると良くないんですよね。これで終わりだ。うわあ、またこのパターン。うわあ、またオブスケは出てこないね。ガーディアンとか。もうオブスケアとガーディアンね、なかなか君は芸術になるんだ。僕のオブスケアの一部に。ああ、オブスケアだって。やめてくれ。マジで怖いんだよ。ちょっと待ってください。これいいですよね。で、ショットガンで持ってるよね。どうですよね。うわ。粘土ほど硬くてや柔らかめい。ろよ。大理石よりは柔らかい。完璧な装飾材料だ。怖いわ。集中できない。彫像に舌は必要ないな。やめてくれよ。怖いな。またか、またこれ。ああ、これないのか。怖えな。うわっ。ちょっと待って。ちょっと待って。心の準備っていうのができてないんだよ。待ってくれ。この腕が ここに突き刺さってんのが怖いな。怖いな。何？おー、ロストじゃねえか？そうか、こっから。あ、やっぱそうだ、こっからだ。こっから行けよってことですね。
何匹いんだろう。それによって いきなり後ろ振り返るのやめえやって言いたいんだけどよ。ちょっと待って、これにしようか。失敗。待て、失敗した。なんでいつもこれうまくいかないんだな。ごめんなさいね、なんか、とあるね、方の動画で、瓶をこう効果的に使うやり方っていうのがあって、前に一回ね、成功させてるんだけど、ちょっと失敗しちゃってるんだよね。ちょっと待って、どうしようかな。ちょっと待ってよ。頑張った。ジェル落としてくんないのか。敵もな、こういうロスト系だけだったらいいんだけどね。さすがにね、そこはサイコブレイクなんで、そういうわけにはいかないという。確かあれだよな。サイレンサー付きのやつを、前回の時に拾ったような気がするんだよな。近い、そこにいるのか。数が多い、数が。ここちょっと無理しないで銃で行った方がいいかな。ちょっと待って、確かこれがあったね。これにしてさ、さっきのダメージ食らったんだっけ。敵のね、姿が死にづらい、しづらいのが一番つらいね。何がつらいって明るいところがいいんだけどね。ごめんなさいね、本当にビビリでドヘタレなんで。どこに向こうにいるんですかね。ごめんなさいね、ちょっと。
黙っちゃってね、実況なのに。まだ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 。あんまり弾薬使いたくなかったんだけど、まあしょうがないですね。ごめんなさいね、もうちょっとね、多分もうちょっとうまくできたはずですはずですっていうか、もうちょっとうまくできたはず。ごめんなさいね、ほんとね、ど下手なんですよ。ごめんなさい。いいかな、もう一体来そうだねここも何にもないですか？アイテム多分ないですね。あ？え？あ、なるほど。こうなってんですね。ああ、そうかそうか、そうなってんだ。ああ、なるほど。ああ、もう開けないわ。ああ、マジか。取り忘れたアイテムないですね。大丈夫ですよね。いいな。ん？ダッシュできない。あの、いきなり動き出して、戦闘なんて言わないよね。やっぱりこれもか。ああ、やっぱりか。やっぱりこれもですか。ちょっと待って、これはどうやっていけばいいんだろう。こっちかな。めっちゃあっちこっちに電線走ってるね。だからよく見えねえんだわ。これも電線だ。そうだね、電線だね。いけないね。うわ、いったー、マジか。ごめんなさい、こっちじゃないのか。こっちか。怖え、これ慎重に行かないとやばいわ。敵に食らうダメージじゃなくてこっちだよね。こっちのダメージだね。ここにあるじゃん一本ね。これどうやって、何気に頭使うんじゃない。これ苦手だな、こういうの。ああ怖怖解除できねえのかな。解除できるよな。そういうやつじゃないんですよね、これ多分ね。いや、これどうやって接近すんのこれ。いやいやいや、またまた、焼き鳥ならぬ焼きセバスチャンになっちゃうこれ危ねえ、超危ねえ、今超危なかった。うわ、マジか、このダメージめっちゃつれ。これで死ぬわ、やばい、これで死ねるよこれ。あー、ちょっと待ってください。これクラフトできないよね。できるかな。あ、できる。あ、できるか。じゃあこれ、ちょっと待ってください。これどうすればいいんですか。どうやっていけばいいの？わかんない。わかんない。頭悪いんで。理解力ないからな。まあいいや。ちょっとごめんなさい。こんな状況であれなんですけど、ちょうどね、切りも良さそうなんで、今回ですね、これで終了させていただきたいなと思います。
ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、今回もなかなか楽しかったですね。やっぱね、サイコブレーキ2面白いですね、うん、非常に一番難易度一番軽く設定してるんだけど、それでもね、やっぱり他のこういう系統のゲームに比べればちょうどいいこう歯ごたえのある難しさ、こう理不尽な難しさじゃなくて歯ごたえがねすごくある難しさだと思うんで、こうずっとやってればねすごく楽しくなるっていう類の、いわゆるスルメゲットでも言うんでしょうかね、そういう感じなので、サイコブレイク2を結構今楽しく遊ばせていただいているような感じですね。はい、エンディング目指してね頑張ってやっていきたいなと思います。で、ですね、サイコブレイク2以外にですね、自分シリーズ動画他にもいくつかね出させていただいておりまして、ウィッチャー3ワイルドハント、狼絶景版、ファイナルファンタジー15、シーンと、ザ・シルバーケースなど、出させていただいております。あとそれ以外にですね、ニコ生の方のブロードキャスト配信なんですけど、アサシンクリードオリジンズというゲームをやらせていただいております。で、そのブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいに動画をねアップさせていただくにせよ、必ず自分がやらせていただいております、ツイッター等で事前に報告させていただいております。で、毎回動画説明欄ですね、動画説明欄に自分がやらせていただいております各種 SNS の URL をリンクっていう形でもって貼らせていただいております。お気の方がお気になりましたらで構いませんので、もしよろしければぜひ、そちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、冒頭の方でもねちょっとお話させていただいたし、今回ね奇跡的にもねこちらの動画をご視聴くださった方であればね、もう十二分にご理解いただけるかなと思うんですけど、自分ですねこの通り本当にゲームで前めちゃくちゃド下手なんですけど、そんな自分みたいなのもいいなと思っていただけたらでね構いませんので、チャンネル登録、あとは動画の高評価等ぜひ、よろしくお願いいたします。本当にねチャンネル登録とかね動画のご評価等してくださるとねすごくね幸せっていうかね、もう天にも昇るくらいのね喜びなので嬉しいので、もしよろしければねぜひお願いします。というわけでして、今回視聴者生きもやまの37がお送りさせていただきました、サイコブレイク2、動画本数的に言うと18本目ですね、じゃなくて合ってるのか18本目ですねごめんなさい18本目、これで終了させていただきたいなと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださりまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、今回はこれで失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。